はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。こんばんはですね。見てください、パナタンがこんなところでね。こんな感じになっております。珍しいですね、パナタンね。はい。えー、実はですね、ミケタンの方が太っているように見えて、パナタンの方が重いんです。不思議ですよね、これ。ミケタンね、割とあの、デブちゃんに見えるんですけど、えー、軽いんですよ。パナタンの方が。 あの、がっしり重いんですね。えー、これ本当に不思議なんですけどね。えー、なんかスリムに見えますよね。パナタンの方が一見。はい。でも、実はパ,ンンパナタンの方が重いんですよね。ねえ、パナタン。ねえ、はい。こんなになってます。かわいいですね。皆さんどうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。えー、っとですね。えー、 まあ、両方とも海外のニュースなんですけど、大変なことになってますね、海外ではね。え、一つはですね、えー、オフランスですね。オフランスで、まあ、洪水が今起こってます。はい。えー、二日間で降った雨の量が、なんと630ミリとかいうところあります。六630という、30ミリ。まあ、とんでもない、とんでもないですよね。 はい。まあ、とんでもないです。はい。とんでもない雨量が降ってて。まあ、ああのー、街中が、ああ、これ南部ですね。フランス南部。えー、水に浸かっちゃってます。もう、道路水没してて。多分、あのー、床上浸水でしょうね。えー、1階とか。まあ、とんでもないことが発生しております。日本でもね、最近、あのー、すごい豪雨で、 えこういったことがありましたけど、まあ世界中で起きてるということなんですよ。世界中で。えー、本当ね、なんていうのかな。えー、これ言っちゃうとあれなんですけど、ちぼ教ですね。ちぼ教の予言に、まあ、今年はね、いろいろ、まあ、あ大変なこと起こるよって書いてあったんですけど、予言ではないんですよね。あれ、暦なんでね。 農業の暦です。まあ世界中でやっぱり変なこと起きてますね。はい。フランスでは洪水で、はい。雨量が多すぎて洪水で町が水没してます。はい。町水没でございます。うわーですよ、これ。見てびっくりですよ。本当に。はい。 ねえ、まあ、やっぱね、世界的な大峠なんでしょうね。日本だけじゃないんですよ、これ。多分ね、世界的な大峠なんですね。えー、まあ、そうでしょうね。ブランデーさんも言ってましたからね。で、来年はもっとひどいことになりますよ。なんて言っても、チボ教にね、漂流っていう文字が出てくるんですよ。これが、漂流ですよ、漂流。はい。何、何が漂流するんでしょうど、どのようにして漂流するんでしょうみたいなね。 ええー、まあ農業用の暦なんですけど、漂流という言葉が出てくるんですよ。うわーって思いますね、これね。はい。えー、まあ、機会があったらね、またお見せしたいと思います、地母教。はい。えー、すごいですよ。死の国のものすごい古いね、これ三国志の時代に書かれた、えー、まあ、 いわゆる統計ですよね。統計とって、この年はどういう年かっていうと、60年一回りで、まあ、あなんていうのかなあー、穀物とかのね、出来とかあ、そういうものの統計をまとめたものなんですよね。すごいですね。え今年と来年、ほんと悲惨です。はい。良くなるのはね、まあ、お馬ちゃんからですね。はい。これ、まあ、なんていうのかな、旧暦で数えてるんで、 えー、いわゆる立春から数えますね、一年を。はい。まあ、そういうことです。えー、まあとんでもないですね。オフランスも水没でございます。<laughs> ああ、いやですね。そんな中、もう一つ、噂のね、噂のゼレちゃんのところでございますね。噂のゼレちゃん。 はい。このゼレちゃんがどうしたのかというと、ゼレ、ゼレちゃんのところの火力発電所90%が使い物にならないみたいですね。はい。えー、バッコーンってされてしまったみたいで、はい。えー、ね、わかりますよね。えー、バクーのね、えー、はっつーンってなっちゃったみたいで、はい。お察しくださいね。お察しくださいね。どうやら使い物にならないということです。90%。 これからね、あの、いわゆるね、あの、あちらの方ですよね、ヨーロッパの北の方。はい。ヨーロッパの北の方、寒くなりますからね、これまずいことになると思いますよ。はい。火力発電所の9割が使い物にならないということですね。えー、大変なことになりますね、これね。まあ、 まあ本当お今年の冬これ大丈夫かなって思います。はい。えー、我が日本もね。はい。我が日本も。人ごとではございません。まあ11月からまた電気料金が上がるようです。はい、えー。余談ではありますけどね。11月からまた電気料金上がります。10月までで電気料金の補助は打ち切りでございまーす。はい。なんで、 11月からね、またね、まあ、1家庭あたりね、だいたい、えー、8000円とか、なんか7000円とか8000円とかね、まあ、標準的な家庭でそのぐらい上がるのかな、わかんないです、ここら辺。まあ、使う量にもよりますけどね。 はい。11月だからって寒いって言ってね、空調バンバンかけてると、まあ、どんどんとメーターが上がるということでしょうね。えー、なんで、まあ、日本もね、一言じゃありませんよ、これ。はい。えー、今年の冬が寒くなるか、暖かくなるかはね、まだわかんないですけど、それにしてもやっぱり備えはないよりはあった方がよろしいということでございます。 はい、えー。皆さんね、どうでしょうかね。北海道とかね、晴れ、春回路とか、晴れない回路とかね。まあ、いろいろとあると思うんですけど、備えてますでしょうかね。あと、湯たんぽなんかもあるといいですね。湯たんぽ。はい。えー、まあ、これ、あの、変な話ですけど、電子レンジでチーンするね、湯たんぽもありますからね。えー ね、ユタポンとかいう商品名で出て,てますけど、これなかなかね、猫たちには、あまあいい感じです。はい、えー。猫が寝るベッドのね、下のちょっと入れとくとね、ほかほかしていい感じなんでね。はい、えー。まあ猫用に用意したりとか。まあほんとね、大変ですよ。これからいろいろと。はい。11月からまた電気料金が値上げになります。補助金がなくなります。なんでね、 まあ、駅まあ、駅ちゃんみたいにね、ウクみたいにね、ええー、なんていうのかな、あの、9割が使えないとかじゃないんですけど、それでもね、あの、いろいろとね、ええー、値上がりが激しいんで、ええー、やっぱりね、空調を控えるところも多くなってきそうですよね。 まあそんなこんなでね、我々本当に考えて生きていかないといけない時代に、えー、どんどんと突入していってきます。はい、えー、加速していきますね、本当に。まあ、あ冬の備えもね、今のうちから本当にやっといてください。はい、えー、頑張って冬を越しましょうね。皆さん、よろしくお願いいたします。ということで、えー、まあこちら2つの記事ね、 えー、貼っておきますんでね、皆さん見に行ってください。ね。もう本当にね、毎日毎日、うわって感じの記事ばっかりあるんですけどね。まあ、そういうことでございます。本当にね、えー、日本もね、いつどういうふうにね、えー、天災があ、まあ自然災害がね、起こる、起こるのかわかんないんで、この辺はやっぱり備えは必要ですね。はい、えー、寒くないように。はい、寒くないようにね。 えー、それでは皆さんまた今日も一日本当にありがとうございます。もう心から感謝いたします。えー、み皆さんがね、会って、えー、見てくれる人がいてね、えー、こうやって動画を撮ることができるんでね、えー、本当にありがたいなと思ってます。はい。えー、それでは今日も一日お付き合いいただきありがとうございました。 心からの感謝を込めて、明日も元気なお顔でね、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。沖縄おばばでした。うん起きた起きたパナタあーらー、ねえ、かわいいですね。